大谷は 185.7 キロと 182.2 キロの打球速度も計測されてます。大谷くんは人間なのか？どちらもトップはエグい。球速のトップと打球速度トップが同一人物とかいう、マジのバグ。大谷ってずるいよな。大谷と対戦しなくていいんだから。ピッチャー1位の大谷とバッター1位の大谷が対決したらどっちが勝つの？なんかどっちも2ランクインしてる人いない？チート使った？大谷さんとかいうチート。大谷翔平とかいう、重野五郎と一郎と松井秀喜を足して割り忘れたみたいな選手。足も速いしね。このパワーに加えて、セーフティーバント決めるスピードもあるんだよな。なんなら一塁到達速度とかも1位がありそう。こんなの見せられてやってられっかよ。ってならない大谷以外の野球選手マジで尊敬する。俺なら速攻やめてる。侍ジャパン打球速度ランキング、3月16日付、ついに NPB から村神様が降臨。村神は逆方向の当たりでこの打球速度なのか。逆方向でその打球速度出てる村神は、マジで復調してきてるって言っていいやつ。レフトへの当たりも含めてだいぶ状態良さそうでしたね。次の試合の村神楽しみだ。何げコロンビアのスミがエグい。スミガは誰も知らないマイナーリーガーってのがおもろかったです。未来のトップ選手かな。しかも大谷は先発投手というエグさ。次の WBC は大谷さん禁止になるかもな。昔は日本野球は強いけどスモールベースボールで、スピード飛距離はやっぱり外国人選手すげーってなってたけど、そこに日本の選手たちがランクインしてるんだもんな。一人両方にランクインしてる人間か疑わしい人もいるけど、2009年から優勝遠ざかってるけどやっと世代交代終わった感じするね。